木村みどり子さんはやっぱりあれがあって、はい、なんか変わったことってありますか？めちゃくちゃ変わりました。いろんなことが、まあこうやってお話聞いてやろうかなと思っていただけるのも和江さんの役をもらったおかげなんで、本当に、まあ、意地悪っぷりがこんなに世の中で反響を呼ぶというのはご自身としては想像はしてらっしゃいましたか？どういうふうに受け止められるかは分かりませんでしたけど、まあ、覚悟した方がいいですよっていろんな方に言われたりしてましたから、まあね、朝ドラなんかもたくさんの方が見ていらっしゃるわけだから、そこであれだけのほんわかした美味しいもん食べて楽しい家族と生きていきましょうっていう、本当に毎日幸せになるような番組から一変して、大阪編は嫁とバトルになるわけだから、お茶の間はどういうショックを受けられるんだろうかとは思いましたけど、自分の感情はそこに重点を置いてませんでした。ただもうこの役をいただいた役を本当にやれるのかどうかも、その不安、人が何と思うかとか、まず今振り返ったらそうも言えるけど、その時はその役がやれるのかどうかだけの不安で、本当にその不安は大きかったです。怖かったって言っていいと思います。はい、でも逆に和江さんの意味ってすごく強くなりましたよね。イメージ、まあ、役の上でのイメージが、はい、緑子さんもそういう人なのかなっていうふうに思われるようなこともあったりするんですか？そうですね、だから最初のうちは、まあ、今バラエティとかも出していただいて、なんかいじめる役をやってください、うん、アドリブでとか言われて、でもそういうのなかなか難しくって、やっぱりそういうの、ね、できない、やっぱりセリフでもらって、それを一生懸命こう自分でそれを覚えて、こうやっぱりこう自分の中のこうシミュレーションする時間があるので、それでやっとできることなんですね。私なんか不器用なので、はいはいどうぞやってくださいって言われてできる作業ではないから、ちょっとそういうの難しい。もう本職はごめんなさいって感じでバレてしまいましたので。でも昔とかのドラマとかそういうものだと、こう意地悪な役、厳しいきつい役っていうののまま、その本人がどういう人か分からないまま、人はずっとドラマを見ていって、大嫌いって言って道端で何言われるか石投げられたことがあるとかいう、そういうエピソードもね聞いたことありますけど、とことん憎まれることがその役をうまくやったっていうことだから、なんかそういう時代の良さもあるな。今はもう違いますよ、本人はこんなんですよって言ってしまえるから、こう夢のまま見た方が浸りにくいっていうか。でもとっても筋の通ったいじめでしたよね。大好きでした。私は人に何と怖いと言われようと、そこまで言う人はどう思うっていう意見だってもちろんあるし、それもドラマだからそこまでやらないと面白くないっていうので、作家さんがわざわざ書いてたりすることかもしれないからね。なんか逆にあそこまで話題になったことで、そのプライベートも含めて難しくなったこととかありますか？ない。あ、そうですね。もう本当に幸せですね。もう役をもらえないと何にもないんです。何にも起こらないんです。で、その役がもらえたからすっごい嬉しかったです。でも怖かったけど、あんなに頑張ったのはまずないから、すごく頑張りました。もう6冊分ぐらい先にもう3ヶ月ぐらい前からもらったんで、それでその本をどうやって自分でやるのかっていうのを考える時間がたっぷりあったんですね。そういう時間もすごい楽しかったし、苦しい楽しいですよ、楽しいっていう、っていうことは苦しい作業なんですけど、苦しい楽しいがすごく長かった。